ジョサイア・タットノール・ジュニアは、米英戦争、第二次バーバリ戦争及び米北戦争における、米国海軍の士官、代償。南北戦争時には南軍に参加した。幕府の最初の訪米施設団が渡米した際に、利用した、ポーハタンの司令官を務めている。タットノールは、ジョージアの州知事及び、上院議員であったジョサイア・タットノール・シニアの息子として、 ジョージア州サバンナ近くの父のプランテーションで生まれた。英国に留学後、1812年1月1日に士官候補生となり、8月1日にフリゲー,ート、コンステレーションに配属されるまでワシントンの海軍学校に学んだ。コンステレーションが海に出ようとした時、強力な英国海軍の艦隊がチェサピーク湾で作戦中であり、艦はノーフォークに戻らざるを得なかった。 コンステレーションは、米英戦争中は、ハンプトン・ローズに閉じ込められたままであったが、タット・ノールと、彼の同僚たちは戦いに参加すべく活動した。タット・ノールは、海兵隊のおよそ100人の兵の一人として、クレーニー島の沿岸砲台に配属された。1813年6月22日、ノーフォーク攻撃準備のため、英軍は嵐に乗じて、島を占領しようと試みた。 タットノールの砲台と米国艦船は英軍の攻撃を挫折させ、英国はそれ以降ノーフォークの占領を断念した。1814年4月、タットノールはコンステレーションを降り、8月24日までワシントン海軍交渉の労働者からなる部隊の指揮を取った。彼の部隊はブラーゲンスバーグの戦いに参加したが、ワシントンに進撃する英軍の前進を食い止めることは、 できなかった。10月14日、サバンナで、露覚した英国海軍のスループ、エパービアへの上官を命じられた。エパービアは、スティーブン・リケーター大将の指揮下に入るため、1815年5月に、地中海に向けて、出港、第二次バーバリ戦争中のアルジェリアで、ベルベル海賊と対峙した。6月17日、ガタ岬沖の海戦で敵のフリゲートを打破し、 二日後には、パロミサキ沖の海戦でブリーックを打破した。七月、エパー・ビアは、派遣部隊と共に、米国に戻るように命令されたが、タットノールは、コンステレーションに移乗し、地中海に残った。一八十七年一月、オンタリオに移乗し、帰国した。一八十八年四月一日、タットノールは、大尉に昇進し、六月三十日に、 フリゲートのマケドニアン勤務を命ぜられ、11月には太平洋に向かって出港した。1820年8月30日にマケドニアンを降り、米国に戻っている。1822年12月26日には、スクーナー、ジャッカル勤務となり、デビット・ポーター大将の艦隊に加わった。タットノールは西インドを部隊とし、1823年5月4日まで、 海賊の鎮圧に従事した。1824年6月23日にタットノールは地中海でのコンスティチューション勤務を命ぜられた。1826年3月にはブランディワインに乗り換え、5月に帰国した。5月15日、6ヶ月の休暇を与えられ、その後休暇は1828年まで延長された。 1828年10月から1829年8月にかけてタットノールはエリーに上官する。1830年3月まではトートゥガス諸島の調査を行った。1831年4月15日、タットノール隊員はスクーナー、グランパスの艦長となり、西インド及びメキシコ湾への航海を行った。1832年8月、タットノールは 米国の船から略奪した荷物を積んだメキシコのスクーナーを公海上で打破している。1832年9月にはグランパスを降りたが、次の命令が下ったのはおよそ4年後であった。1836年7月、トーマス・アップ・ケイツ・ビー・ジョーンズ大佐の探検公会の一員となった。1836年2月25日、タットノールは中佐に昇進し、 4月から3年間ボストン海軍交渉に勤務した。地中海艦隊及びアフリカ艦隊での勤務後、1948年にタットノール中佐は蒸気砲艦スピットファイアを指揮し、メキシコ湾のモスキート師団に加わった。米北戦争中、タットノールはベラクルス、サンファンディウローラ、トゥスパンへの攻撃に参加し、腕を負傷した。その勇敢な行為に対し、 ジョージア州は彼に刀を送っている。1848年及び1849年には陸に上がり、ボストン海軍交渉に勤務した。1850年2月5日、大佐に昇進するとと,ともに、翌月にはサラナックの艦長となった。続いて、1851年7月から1854年6月まで、ペンサコーラ海軍交渉に勤務する。 1854年8月から1855年11月まで太平洋艦隊司令官ウィリアム・マービン大将の機関インディペンデンス艦長を務めた。香港においてタットノールはジェームス・アームストロング大将に代わり東インド艦隊の指揮を取り正規をサンジャシントに掲げた。2年間の極東勤務の間にタットノールはアメリカの中立を破り英軍及び フランス軍を支援するために、ミシシッピ、ポーハタンを指揮して、海が川口から大古放題を攻撃した。彼は、この行動に対し、ブラッド・イズ・シッカー・ザン・ウォーター、血は、水よりも濃いと述べ、後に、有名なスローガンとなった。続いてタット・ノールは、日米修好通商条約の批准書の交換の、ためワシントンに赴く日本の施設団を迎えるため、日本に向かった。 開港したばかりの横浜2859年9月に到着したが、横浜には8日ほど停泊しただけで、上海に向かい、また横浜に戻る。1860年2月13日、ポーハタンは、生死の新見正沖、福祉の村垣則り正、観察の小栗忠魂らを含む日本施設団77人を乗せ、横浜を出港した。途中激しい嵐に遭遇し、 石炭を使いすぎたため、補給のために、ホノルルに寄港。サンフランシスコには3月28日に到着した。ポーハタンは、パナマ地境経由で、東海岸に向かう日本施設団をパナマまで送った。タットノールは、サンフランシスコでポーハタンを降りたが、郵便船に同乗して、パナマに先回りし、日本施設団を迎えた。南北戦争勃発時、タットノール大佐は、 サケットワン基地の司令官であった。1861年2月21日、タットノールは米国海軍を退官した。1週間後、ジョージア州知事ジョセフ・ブラウンはタットノールをジョージア海軍の上級司令官に任命した。1861年3月26日、アメリカ連合国海軍の大佐に任官される。タットノールは南部海軍を指揮し、 1861年11月7日に北軍により占領されるまでポートロイヤル防衛に当たった。その後、1862年3月にバージニア水域の防衛の最高責任者となる。南部海軍及びジョージア海軍の艦隊指揮官としてジェームズタウン及び他の艦艇を指揮し、1862年4月には、セウェル、 岬沖で複数の北軍輸送船を打破している。1862年5月11日、北軍の進撃に対応するため、タットノールは彼の帰還となっていた総甲艦バージニアの破壊を命じる。この行為に対して裁判が行われたが、すべての試みの後になされたとして、後に無罪とされた。5月29日には再び、ジョージア海軍を指揮し、 1863年3月31日まで、その職にあった。その後は、艦隊の指揮をリチャード・ページ大将に委ね、タットノールは、サバンナの沿岸防衛を担当した。サバンナが、ウィリアム・シャーマン将軍によって陥落させられると、タットノールは、戦争捕虜となった。1865年5月9日に仮釈放され、その後サバンナに今日構え、その地で死亡した。 2隻の米国海軍艦艇にタットノールの名前が付けられている。ウィックス駆逐艦51番艦、タットノール及びチャールズ F ・アダムズ級ミサイル駆逐艦18番艦、タットノールである。ありがとうございます。